帰ってきた。マザーとファーザー、二人から奪った鍵では首輪を外すことができなかった。その答えを求めてこの町へ戻ったが、両親を失った盗賊団か。まずは様子を見てみよう。相変わらず汚い町。町の腐朽に紛れ、かすかに懐かしい匂いがした。タバコの匂い。ピルロ、会っとくか。黒蛇墓地。蛇にとって死は身近なもの。死んだ者は皆ここに埋められる。マザーの計らいだと噂されたが、私はそうは思わない。私たちの死を悲しむ存在なんていない。使い捨ての命に不相応な優しさを蛇たちはただ受け入れていた。ピルロもきっとここに眠ってるはず。うん。また仲間が死んだ。他の盗賊団の仕業か？おそらくな。最近また見ねえ奴らがうろうろしてんのさ。くそ、親たちはいつ帰るんだ。マザーとファーザーか。親たちが後継者を探してたのはこのためだった。蛇ってのは自分の死期を悟るんだと。親なしじゃ俺たちは。そういや、お前マザーのお気に入りだったな。黒蛇は俺がいただく。邪魔者はいらねえ。俺が新しい親になってやる。あらら、お盛んだこと。親が消え、蛇も荒れてるのか。やれやれ。そこ、どいてもらうよ。新しいファーザーさん。おねんねしな。
ピルロン。あった。ただいま、ピルロン。私は、親たちを殺したよ。なあ、ソロネ。俺は盗賊団で成り上がり、金が欲しい。うまい酒とタバコを味わって、でかいベッドで眠る。くたばるまでの間、目いっぱい楽しむだけさ。いいね。お前は何が欲しいんだ、ソロネ。私は欲しいもののために戦ったよ。だけど、まだ盗めてないの。ねえ、ピルロ。どこにあるのかな？何か、掘ってある。始まりの場所で待つ。なぜ、ピルロの墓に。誰が掘った？何のために？始まりの場所。始まり。急げ、ソロネ。そこまで追ってきてる。血が止まんねえ。最悪だぜ。黙って走って。どうした、スキラッチ。開かねえ。クソ扉が開かねえんだよ。あれから、すべて始まった。あの下水道の扉。なぜ鍵がかかっていた？敵が出口を塞ぐためだったとしても。経路は無数にある。すべては塞げない。現に、敵は別の出口で待ち伏せてた。仮に私らへの妨害が目的じゃなかったとしたら、なぜあそこに鍵がかけられてた？あの扉は何だ？両親が持っていた鍵。もしかして。遊ぼう。ここからだ。
よっ、王国の誇りとともに。誇りよ、いざ。筋はいい、剣が錆びる。あの時開けられなかった扉、開いた。水道の先に谷が。ここ。遊ぼう。こちらの番だな。何が出るか。ごめんなさいね。私の獲物いっといで。いざ。ごめん。立派な手足とこの手で傷を癒やしたまあれな。さあ、そこ。こちらの番だな。ほよ。え？私の番。はっ。そうです。してくれたの。私の番ね。聖火の光、輝きたまえ。行くよ。そこ。行くぞ。ふっ、危ねえだ。さあ。ガルロロロロロロ。ガルガルガル。ほよ。キャスティー。
まだやれる。この力は、うん、悪いと本気出すから。そうほよ、いっといで。飯にしよう、飯。の番だ。出番。さあ行こう。行っといで。いただき。しっかりしないと。傷を癒したまつ。そうじゃ。遊びは終わりだよ。さて何が出るか。やられた。すまない、ソロ。やっ深く、うん、ふっ、とどめ縁が、カラペコだ。いっといで。失礼しちゃうよ。よし、しっかりしないと。はい、うえー、いや、富国の誇りとともに。私はただの案内人じゃよ。ロープウェイ、一昔前の代物でな、骨董品じゃ。これに乗ってみたいかね、お嬢さん。どこへ行くの？行き先は故郷じゃ。故郷？誰にでも帰るべき場所はある。選ぶことは誰にもできないがね。望むなら案内しよう。切符はいらんよ。じゃろ、巻かれたネジに歯車が噛み合い、ゆっくり回る。まるで何かを巻き戻すかのようにの。おしゃべりなんだね。語るのは案内人の仕事じゃ。おじいさん、誰かに似てる。心当たりはないが、ゆっくり考えたらいい。時間ならある。
このロープウェイが作られたのは随分前じゃ。地図にも記されないある小さな町への道としてな。乗った者はそう多くはないが、わしは皆に同じ話を聞かせてきた。聞かせてよ、おじいさん。聞かせてよ、おじいさん。そのみんなに聞かせた話ってやつ。老人の話を聞いてくれるか。優しい人じゃ。優しくなんてないよ。でも何か話してないと落ち着かなくてね。遠い昔、あるところに愛し合う男女がいた。だが悲しいことに二人は敵対する国の王子と王女じゃった。やがて二人をめぐり互いの国が戦を起こした。多くの人が死んだ。それは凄惨な戦じゃった。それで王子と王女はどうしたの？互いに国を捨て逃げた。たった数人の家臣を連れてな。王女は身ごもっていた。他に道は選べなかったんじゃ。悲しい話。続きは？王子と王女は人知れず深い谷に身を隠し、数名の家臣たちと共にそこで暮らした。ロストシード、それが町の名じゃ。着いたな。案内はここまでじゃ。この先にきっと君が望むものがある。ありがとう、おじいさん。思い出した。あ、マザーズガーデンの守衛さん。はて、知らんの？遠い親戚かもしれん。血が似れば顔も似る。元をたどれば皆同じ誰かの子じゃ。そうじゃろ、お嬢さん。私の獲物だ。いっといで。出番。行くぞ。どうしようかしら。掃除する。ここからだ。
行こう。よっ、行くわよ。悪いぞ、本気出すか。さて、何が出るか。助かった。傷を癒やしたまキャストよ。おや、何が出るか。ぬるい。ゴミは片付けなきゃ。治療を始めました。行くよ。やってやるよ。さて、よっ、さあ、ガルロロロロ、ガルガルガル。こちらの、はっ、おめえ、ストローン、どうして、傷を癒やしたまつ、ありがとう、そうです、はっ。私の獲物だ。さて、やあ、遊びは終わりだよ。さて、何が出るか。何で、天が、まだまだだな。来た来た、獲物だ。来た来た、行っといで。行くよ。行くぞ。いや、行くわよ。私の獲物だ。カラーペーポーガルガル。私の番ね。キャッキャー、傷を癒やしたまシャキー。いざ、ごめん、行くわよ。救いの手よ。これでよし。ありがとう。悪い、本気出すか。さて、何が出るか。すまん、行くぞ。はっ、とどめだ。ほよ、やおThank you.
ここは古い町。こんなところで赤ん坊の泣き声。行ってみよう。勝負だ。いざ。いや、ごめん。行くぞ。ここからだ。いや、とどめだ。いざ。騒ぐ。変化。世辞はいい。剣が錆びる。まだまだだな。頼もう。これでどう？おバカさん。おねんねしな。これでどうだ、お願い、坊やを。殺して。お願い。
坊やってこの鳴き声の赤ん坊のこと？城の中から聞こえてくるみたい。ここに一体何が？頼もう。これでどうだ？大バカ。の番だな。よっ、出番。さて、何が出るか。さあ、行こう。さて、よっ。掃除する。出番。そこ、私の番ね。はっ。どりゃー、ここからだ。ごめん。いざ。いや、行くよ。そくらいなら、はい、おしまい。やりくりは得意なの。お薬の時間ね。キャスティックさん、遊びは終わりだよ。さて、何が出るか。行くよ。さあ、よいガラララララララ。ピアス、こちらの者のために。かっこいい。いざ。まだまだだな。遊ぼう。行くわよ。行くよ。そこ。行くぞ。
私の番ね。傷を癒したまつ。キャスト、こちらの番だな。さて、それデバンか。悪いか、本気出すか。さて、何が出るか。行くぞ。いや、とどめだ。さあ、行こう。行っといで。さあ。こちらの番だな。行くわよ。はっ。行くよ。やってやるよ。そう。私の番。やっ。ガオかかってこい。ここからだ。おいでよ。行くよ。デバン。来た来た、獲物だ。どうしようかしら。聖火の光、輝きたまえ。行くぞ。散らしていこう。いいぞ。行っといで。よく見て。私の獲物だ。掃除する。私の息はいざ、ふっ、僕の誇りと共に。
こちらの場所。どうしようかしら。はぎゃあ。いっほ。急いで。さて、さて、何が出るか。やめた。さて、よし、さあ、行こう。どりゃー、行くぞ。はっ、筋はいい。剣が錆びる。押し通れ。掃除する。行くよ。よし、行くわよ。はっ、これ。ほよ。行っといで。ここからだ。ごめん。かっか。行くぞ。どうしようかしら。いざ。いや。行くわよ。はっ。遊びは終わりだよ。さて、何が出るか。ソローネ。さあ。おっと。富国の誇りとともに。よく来たな。会いたかったぜ、ソローネ。ピルロ。嘘。どうして？俺がピルロに見えるか。今な、ちょうど坊やが泣き止んだとこなんだ。よちよち、かわいいだろ。あなたは誰？ピルロにそっくり。でも、ああ、ピルロじゃない。俺はクロード、ピルロの親父だ。墓のあれな、俺が掘ったんだ。よくここまで来たな。やっぱ優秀だぜ、お前。さて、何を望む、ソローネ。自由。黒蛇を抜けて自由になるため。
ここへ来た。へえ、そいつはいいな。俺は訳あってちょいと長く生きてる。命ってのは無駄にあっても持て余すもんでな。俺な、死ぬことにしたんだ。でもその前にこの世に残すことにした。こうさこっていいよな、もう一人の自分みたいでさ。親の代わりに後の世界を生きてくれる。俺は残したかったんだ、最高の子を。幸い俺には時間がたっぷりあった。で、無数の女に子を産ませた。何人何人も何人も。最近じゃお前が知ってるやつもいるぜ。ピルル、スキラッチ、ドン、マザー、ファーザー、黒蛇のやつ。そしてソローネ。嘘、みんな俺の子さ。お前の母親はいい女だった。誇りに思えよ。種の数が揃ったら次は選別だ。優秀な種を選ぶため互いに争わせることにした。黒蛇はそのための場所さ。俺が そしてお前はピルルを殺し、マザー、ファーザーを殺し、ここへ来た。生き残ったのは優秀な証だ。お前の旅は選別だったのさ、俺の種のな。楽しんでくれたか、娘。争いは繰り返されてきた。何だの影。ここまでたどり着いた子はお前が4人目だ。前の3人はここで死ぬ。俺の手。あなたが私の。最後の戦列だ、ソロ。お父さんを殺してみなさい。出番。クライナ。私の獲物だ。
行くぞ。ごめん。私の番ね。傷を癒やしたまつ。ありがとう。さあ。よし。さあ、行こう。よ。ここからだ。どうしようかしら。救いの手を。これでよし。シャキーン。およ。いっといで。こちらの番だな。ライフスティールダガー行くよ。闇夜は怖いよ。私の番ね。傷を癒やしたまつ。ライフスティールダガー。私の獲物だ。行くわよ。手加減なしよ。行くぞ。出番か。頼もしいわ、ソローネ。傷を癒したまつ。およ。よいしょ。いっといで。こちらの番だな。再検証ブランドよ。どうしようかしら。傷を癒やしたまつ。ありがとう。キャスティ行くよ。てやるよ。ライフスティールダガー行くぞ。これでどうだ。来た来た。いざ。とどめだ。およ。カラプ。行くわよ。
光の力をこね。どうしようかしら。光の力を見なさい。掃除する。行くぞ。さあ、行く。ガロロ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 さて、やりくりは得意なのか。やっとこの手で。こちらの番だな。獲物のために。ごめん。私の獲物だ。女になったな、ソローネ。マリエッタに生き写しだぜ。その臭い口を閉じなよ。胸くそ悪い。いい子だ、ソローネ。行くわよ。腕加減なしよ。この手で。聖火の光輝きたまえ。悪いけど本気出すか。行くぞ。私の番ね。聖火の光輝きたまえ。こちらの番だな。
やいな。そう、行くよ。そう、私の獲物と行っといで。ここからだ。さて、手加減なしよ。聖火の光輝きたまえ。ライフシールダガー、いざ。さあ行こう。え、どうしようかしら。はい、行くわよ。やあ、行くよ。ライフスキルダガン、私の獲物だ。行っといで。こちらの番だな。いざ。ライフスキルダガン、どうしようかしら。やばっ、突撃弾。ほよ、いっといで。行くわよ。突撃弾、行くぞ。使わせる。そうです。ライフスキルダガン。さあ行こう。突撃弾。さあ、成長の鼓動を見せてみろ。この、これでどうだ。行くよ。ライフスキルダガー、オッケー、揃うね。パッパッ、ありがとう。行くわよ。お役に立てて。来た来た。行っといで。出番。ライフスキルダガン、行くぞ。そうか、
世辞はいい。剣が錆びる。俺の最高傑作だ。嬉しくない。俺の懐に首輪の鍵がある。持ってけ。盗めないものの話。この世にはどんな凄腕の盗賊でも盗めないものがある。決して盗めないものが。聞かせろよ、お前の答え。答えは明日よ。奪うことはできても盗むことはできない。決して。やっぱあいつの娘だな。悲しいな。死んじゃったもんね、あなたのお父さん。そして私のお父さん。まただ。巻かれたネジに歯車が噛み合い、ゆっくり回る。まるで何かを巻き戻すかのようにの。ここじゃ命はタバコだ。すぐ吸い殻になる。ソロネ、お前は何が欲しい？似合ってるよ、ソローネ。初めて見た血はどうだった？たった一人のママなの。お願い、見事だ、娘よ。生きたいなら殺せ。やっと俺も父親になれたか。悪くねえ。娘を持つのも。ソローネ、できるなら幸せになってね。
私のように生きちゃいけない。そろうね。笑ったわ。でもどこか悲しそう。お前に似てるぜ、マリエッタ。ねえ、クロード。知ってる？盗めないものの話。凄腕の盗賊でも絶対に盗めないものがあるの。それは人の中にあって目には見えないの。聞かせて、あなたの答えを。答えは本能だ。人は血の命令に従うだけさ。いい種を求めて生き、死ぬ。その鎖を外す鍵は盗めない。永遠に。そうね。また笑った。ようやく私は望むものを手にした。これから私はどこへでも好きに走っていける。好きなように生きていける。だけど待ち焦がれたその景色を。血の匂いがする。Thank you.